計算尺を手に取るホイットル・フランク・ホイットルは、イギリスの空軍士官、技術者。発音は、ホイットルよりもウィットルの方が近い。ターボジェットエンジンの尖閣者の一人である。1930年代より、約10年の間、ターボジェットエンジンの実用化に大きく寄与した。自信家で偏狂な面があり、方々で圧力を生んだ。コベントリーの自動車整備校の息子。 パイロットに憧れ1923年、イギリス空軍幼年学校を受験したが、体格に劣って不合格になったため、特訓で体を鍛え半年後儀名で再受験し、採用された。手先が器用で優れた模型飛行機を作ることが、教官の目に留まり、推薦されて1926年、航空士官学校に進み、学会発表、タービンの空力的設計で、 国際的に巧妙な技術昇降アラン・アーノルド・グリフィスの訓導を受けた。1928年航空士官学校を優秀な成績で卒業後、直ちにケンブリッジ大学工学部に派遣され、グリフィスが主張する軸流式ターボプロップエンジンではなく構造が簡素な延伸式ターボジェットこそが早期の戦力化に適すると反爆する論文。 航空機設計の展望をメルヴィル・ジョーンズ教授の下でまとめ、1929年に軍事省に上申し、翌年これを自費で特許出願した。軍事省はこの論文を上官のグリフィスに査読させたが、計算間違いを発見しただけでなく、遠心式は体系で発展性にも欠け航空機用には不適と判断した。空軍の実験部隊に戻って水やカタパルトの 開発に従事していたホイットルは、実機施策のための援助も得られぬまま、特許も1935年に更新量未納で失効した。しかもホイットルの特許は、機密扱いされず専門誌などで広く紹介されたため、各国の空軍や技術者が注目し一部では、後追いが始まった。その中の一人が、ゲッティンゲン大学で、博士課程を修了したばかりのドイツ人。 ハンス・フォン・オハインでハインケル社が理解を示し本格的な開発に着手させた。一方、王立航空研究所で軸流式ターボジェットエンジンの基礎研究を進めるグリフィスやヘイン・コンスタントらに対し反骨心を抱いたホイットルは翌百三十六年銀行家の出資を取り付け空軍を退役した元同僚二人とパワージェッ社を設立し気タービン大手の ブリティッシュ・トムソン・ヒューストン社工場の一角で革新する遠伸式ターボジェットの実証モデルの試作に取り掛かった。ホイットルの身分は空軍中尉だったため出社は当初週6時間だけ許されていた。1937年4月、オハインとほぼ同時に試作初号機 WU の火入れに成功し、軍事省から飛行用実機製作のための予算をカフされた。 ここまでの開発は、比較的順調で、4年式機械機、クリスマスツリー型融合フランジによる組み立て式、タービンディスク、島内圧力分布の考察、動力のひねり等、いくつかの重要な要素技術を考案している。間もなく、第二次世界大戦が勃発したため、調達の優先順位を下げられてしまったが、軍事省に必要にアピールした結果、 WU の20分間の連続全開試験に成功した1939年には再び予算がついたものの、拡大に伴い新たに生じた暴走、加熱、振動、共鳴、サージング、バックファイアー等の問題をなかなか解決できず、試運転の度に爆発炎上しないことを祈るありさまが続いた。耐熱合金ナイモニック80の出現により、 実用化が大きく前進した1941年5月にようやく W1 を搭載した実験機グロスター E28-39 の初飛行にこぎつけた。これはオハインナが開発したヘッサンビットを積んだ HE178 の初飛行より1年半も後のことであったがハインケルを礼遇するナチ及びドイツ空軍はその事実を積極的に公表しなかったため 当初 E28-39 が世界初のジェット推進機として検念された。W1 は英米定期技術交流でアメリカに渡り独自改良を経て GEJ31 になっている。パワージェッツ車には生産能力がなく、軍需省は自動車メーカーのローバーに量産化を委託したが W1 を3倍にスケールアップした実践系。 W2 の開発をめぐって、ホイットルは後にランドローバー開発主任として知られる、モーリス・ウィルクスら、ローバーの技術人と鋭く対立した。ゴーを煮やしたホイットルは、ローバーの協業者、ロールス・ロイスの航空機エンジン部門の責任者、アーネスト・ハイブスと同社で、レシプロエンジンの機械式化球機の専門家だった、スタンリー・フッカーに接触し、部品調達の約束を取り付け、ローバーとは別に、 独自改良版 W に500、700の製作に着手、自ら E28、39の操縦艦を握りつつ、開発に没頭した。パワージェッツ W に700遠進式、ターボジェットエンジンこのため、W にはローバー版とパワージェッツ版の2機種が並存する異常事態になったが、いずれも実用化にはほど遠く、混乱を重く見た軍事省は、 フランクハルフォードに W2 の詳細データを渡し、より構造が簡素な H1 を並行試作させた結果、これが先に実用段階に達してしまった。手を焼いたローバーは W2 バイト計画を放棄して、ロールスロイスに生産契約ごと譲渡することにし、ジェットエンジン専用に立ち上げたバーノルズウィックのローバーの工場と、 ロールス・ロイスのノッティンガムの戦車エンジン工場とを辞任ごと1943年に10日交換した。W2 バイトの開発を承継したフカーラは申請したシースルーモデルで気流解析を重ね、原設計の欠陥を把握した。ローバーで改良作業が進んでいた W2 バイト23案に技術的洗練を加えたものをウェランドと名付けて量産化し、 1944年に、連合国側初のジェット戦闘機グロスターミーティアを進むぞらさせた後、延伸式、ターボジェットエンジンの決定版2ンを、ついにホイットルの手を借りずに完成させた。一方、別のタービン、機関大手メトロポリタンイコールビッカースにおいても、グリフィス、コンスタントラ王立航空研究所の指導による、 軸流式ターボジェットエンジンの実用化開発が1939年から進められていたが、同形式ではドイツが大きく先行し、試作中のメトロビック F には第二次世界大戦に間に合わなかった。しかし間もなく、原理的に優れる軸流式ターボジェットエンジンがほとんどを占めるようになり、戦後新規に開発された航空機推進用遠進式、ターボジェットエンジンはごく少数に止まる。 各社でジェットエンジンの研究開発が超速の進歩を遂げる中、根本的問題のある反転型燃焼器や蒸発間式燃料噴射に固執するなど、経験論から反進歩主義に陥り、周囲と対立するホイットルの介入は次第に排除され、開発の最前線から遠ざけられる形になった。弱小で生産設備を持たないパワージェッツ社も露角した。 軸粒式ターボジェットエンジンのユンカースユも004の分解調査とホイットルの助訓を節目に、1944年末に王立航空研究所の一部門として吸収された。終戦直後に体調を崩し除隊したホイットルは、BOAC、シェル、ブリストルコモンなどの官職を経て、1976年以降は、アメリカ海軍士官学校の商兵で米に移住した。この地で、 ハンスフォン・ウォハインとの開校を果たし、修正進行を結んでいる。1996年にメリーランド州コロンビアで肺がんのため死去した。遺体はダビに付され、イギリスのリンカーンシャー、ノースケステベンのクランウェルの教会に散骨された。メリット勲章、大英帝国勲章、バス勲章、王立教会フェロー、その後ブリティッシュ・トムソン・ヒューストン社は、 メトロポリタンイコールビッカースに吸収合併され、社内共作の形になっていた、ウィテル・サー、フランク。レコード、ザ・ロイヤル・ソサイティ、2011年12月11日、閲覧。ありがとうございます。